2023年も元気にいってるぜ。朝日丸です。ということで皆様、新年明けましておめでとうございます。なんとか無事に年を越すことができました。2022年末ですね、見事にコロナにかかりまして、本当はもう少し動画撮りたかったり、今年の振り返り的なのを、ライブとかでやろうかなと思ったんですけど、マジでそんな余裕がなくなってしまいまして、なんとか元気に年を越すっていうことがね、去年のラストテーマになってしまいましたので、もう2023年にね、お気持ちを切り替えたということで、また朝日丸としてね、2023年も元気にいってやりたいなと思っております。年明けたことで、俺のこの山梨密着の YouTube 活動も4年経つのか5年目になるのかな。今年の僕のチャンネルのテーマとしては、地域コンテンツをね、紹介してるわけなんですけど、やっぱりこの山梨のコンテンツとして、人っていうね、魅力ものすごくある地域だと思いますので、今年はいろんな人を僕のチャンネルに出していきたい、人がね、集まってくるような、チャンネルにしたいなと思います。YouTube やってる人はもちろんですけども、飲食店の方であったりとか、また山梨でね、活動されている、アーティストのね、方とか、本当にいろんな人と、コラボしていけたらなと思っておりますので、僕からも積極的に声かけたいなと思いますし、出てみたいよという方、視聴者のね、方もなんか参加できるような企画も作っていけたらなと思っておりますので、ぜひ皆様ご協力と応援よろしくお願いします。で、この動画が2023年の、一発目の動画になるかなと思いますけど、2023年の初動画、初温泉でいきたいと思います。いやん、過去ね、初日の出、初詣の動画出したんですけど、まだ出したことない動画行きたいなと思って、やっぱ山梨はね、温泉施設いっぱいありますので、今年はその辺もちょっと紹介できたらなと思っておりますので、2023年の一発目は温泉ということで、今から三玉の湯に行こうと思います。現地でね、友達と待ち合わせをしているので、息がね、白く見える通り、外でだいぶ寒いので、早速三玉の湯に行きたいなと思います。レッツゴー。はい、ということで三玉の湯にね、到着しました。思ったよりもね、車がないですね。もっと駐車場パンパンかなと思ったんですけど、これはね、のんびりとゆっくり入れそうな気がします。で、この三玉の湯がね、ある場所が、市川三郷町っていうところで、のっぷいの大地っていうね、火山灰が、堆積した特徴的なね、土地なんですけども、三玉の湯自体はね、ちょっと山の、中腹というか、軽く丘になっているところにあるので、甲府盆地がね、見下ろせるということで、山梨県でも屈指の絶景スポットになっていますので、温泉選挙っていうのの、絶景部門っていうので3年連続日本一獲得してます。素晴らしいです、見えるかな、星もね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。ちょっと明るすぎ、ほら、これ後ろにさ、なんとなく見えてるつぶつぶね、こんな感じでね、めちゃめちゃ夜景が綺麗なんですよ。大体訪れる人は夕方だったりとか、夜から来てこの夜景をね、楽しみながらこう露天風呂に浸かるっていう感じなんですけど、お正月の1日2日はその逆が楽しめると、朝のね、6時からの営業でこの夜景がね、朝日に照らされながらこう明るくなっていく様子を楽しめるっていうことなので、年に数回あるだけのこの贅沢を今回は満喫しようかなと思っております。めちゃめちゃ楽しみです。だんだん明るくなってきました。温泉だけで、もちろん、これ三玉の湯、おはようございます。おはようございます。ベース豊臣の司くんです。知らない人に電話かけちゃったし、急に携帯テンパって、塚には常連だからね。通常は10時からだけど、今日6時からなので行きましょう。それではここからはお風呂でどんな感じだったのか実況していきます。わあ、めっちゃ夜景綺麗、
わあ、寒いから早くお風呂に浸かるぜ。うわあ、お風呂めっちゃ気持ちいい。たまんねえ。どんくらいで朝焼けが見れるんだろうか。おっと、だんだん空が明るくなってきたんじゃないかな。まだかな、まだかな。ちょっと水分が足りなくなってきたんじゃないかな。のぼせ気味かもしれないぞ。わっ、ちょっと山の先端が赤くなってきたと思うよ。うわっ、やばい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 。うわぁ、赤くなってる。うわ、ピンク？ピンクかな？うわぁ、綺麗だぜぇ。あぁ、でもちょっと、のぼせてってやばいから、一旦出まーす。サウナで汗流しまーす。水風呂入りまーす。外気で、整いまーす。整った。以上がお風呂での様子です。気持ちようございました。ほら。見えます？こうちゃんと3年連続日本一なんですよ。どうでした？気持ちよかった？いい家でした。いい家でした。帰りますか？帰りましょう。ちょっと景色だけ撮って帰っていくか。いや、思ったほど混んでなかったからよかったな、本当。でもさすがに日の出というか明るくなってきたのが7時くらいで、ちょっと軽くのぼせ気味になりましたけども、まあ、めちゃめちゃ良かったな。太陽がね、まあね、それはちょっとあれで寂しいけど、まあ赤くなる山々、朝焼けが綺麗だった、うん、まあ、その朝焼け待ちがちょっとね、なかなか我慢のしどころでしたけど、ういー、だいぶ明るいな、だいぶ明るくなりました。いや、いいですね。朝の盆地も悪くないです。フロントでヤクルトもらったのに、久々に飲みたすぎてみるみる買っちゃった。なんで？みる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 、久々にみるみる飲んだけどうまいな。うめえ。いや、良き景色。まだ8時になってないからね。もう最高の一日だよ。もうまだ何でもできるって言って寝るんでしょ。ん？二度寝するんで。ということで皆さん、三玉の湯めちゃめちゃいい温泉施設なのでぜひ来てください。まあ、この朝の景色を見れるのは、まあ、正月限定だと思いますけど、まあ、普段は夜景がものすごく綺麗なので、なんて言ったってね、夜景のなんか認定もされてますので、夜景見ながら温泉に浸かってほしいなと思います。まあ、2023年もいい1年になるように元気に行こうかなと思いますので、皆様よろしくお願いします。ということで、2023年も元気にいっとるぞ！いっとるぞ！ありがとうございます。